シンガポールのホーカーセンターホーカーセンターは、香港やマレーシア、シンガポール、リアウ諸島州などで、廉価な飲食店の屋台や店舗を集めた屋外複合施設である。典型的なホーカーセンターは、公共住宅やバスターミナル、鉄道駅の近くなど人が多く集まる場所に設けられている。ホーカーセンターは急速な都市化に伴って、 1950年代から1960年代に駆け広がった。多くの場合、通りの無人化の屋台の商人や不衛生な飲食物の問題を解決するために設けられた。最近では、旧来のホーカーセンターは、マレーシアやシンガポールでは、経済成長により、都市住民の生活水準の向上によって以前ほど広がらなくなった。特に、シンガポールでは、 フードコートに置き換えられ、エアコンが効いた屋内の施設になり、ショッピングモールや他の商業地に入る形のホーカーセンターが増えている。1950年代や1960年代は、ホーカーセンターは富裕層には向かない場所だと考えられていた。不衛生な飲食物や家庭で飼われているペットや小動物が紛れ込むという評判があった。 多くの放火ーーセンターは運営者の貧弱な管理により、水道がなかったり、衛生設備が欠けていた。現在ではそういったことはなくなり、地元行政当局の規制により、標準的な衛生状態に改善されている。放火ーーセンターでの運営には、認可が必要で衛生面に関しては厳しく規制され、必要な事項が定められている。それぞれの飲食店には、 衛星基準のステッカーが貼られその店舗の衛星状態がわかるようになっている。ホーカーセンター内の店舗は A から E までの基準のうち B ランクの店舗が多く C ランクの店舗もある。1990年代後半のシンガポールではホーカーセンターの改築や刷新が行われた。また同時期にホーカーセンターはフードセンターと名称も変えられている。シンガポールでは ホーカーセンターは、環境省の下にある、国家環境庁、シンガポール政府住宅公団、ジュロンタウン公社の3つの機関により所有されている。香港のホーカーセンターは、住宅地区の複合商業施設に立地している。ホーカーセンターの店舗は、旧来の飲食店の集まった施設である大パイから、転換されたもので、規制当局により、厳しく管理されている。 香港のフォーカーセンターの管轄は食物環境衛生所にある。ありがとうございます。